ドカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日もユナイテッドを一緒に応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援部活動、応援メッセージお待ちしています。さあ、鹿児島ユナイテッド FC 前節はすごかったですね。アウェーで YCC 横浜との対戦だったんですが、前半からね、苦しい展開で、なんかシュート数はコーナーキック流れともにかなりね、多くチャンスを作っていたんですけれども、なかなか最後のゴールネットを揺らすところまでいかなくて、逆に YS 横浜も松井大輔選手いらっしゃるんですが、ダイナミックなシュートがバーにこう嫌われちゃったりとかね、どちらにテクテンが入ってもおかしくない状況だったんです。その中0対0で迎えた後半アディショナルタイムですよ。最後の最後、素晴らしい展開が待っていました。木出選手のクロスに、夏の移籍で鹿児島に加入しました花戸仁選手が頭で合わせてゴールしました。すごかった。本当にもうこれ、引き分けと勝ちでは全然意味合いが違ってきますからね。本当に素晴らしい勝利を届けていただきました。後半アディショナルタイムでの劇的勝利、今日はその前節のヒーロー花戸仁選手のインタビューをお送りします。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム、今日は初めましてのこの方の登場です。自己紹介をお願いします。背番号25番花戸仁です。よろしくお願いします。はい、お願いします。初めまして初登場ということでいろいろ教えてください。はい、ぜひ何でも聞いてください。ちょっとこうイメージではクールなイメージだったんですけど、こう話してみると雰囲気が違いますね。そうですね、あのよく言われます、あの怖そうって若い、ここに来た若い選手もすごい言われました、うん、最初怖そうだったみたいな。やっぱり全然はい、そんなことないんであの鹿児島は慣れましたか？そうですね、あの本当思ったよりすごくいいとこで、うん、めちゃくちゃ気に入りました。はい、本当ですか？ちょうど2ヶ月ですよ。僕8月12日に来たんで。おお、じゃあちょうど2ヶ月。2ヶ月記念日ですね。2ヶ月記念日ですよ、本当に。そうですか、2ヶ月で、はい、ゴールも決め、はい、まあ、ゴールは、まあ、みんなで取った得点なので嬉しいですけど、まだ1点だけなんでね、はい、これからまた何かしらで貢献できればとは思います。さあ、そのゴールを決めました前節ですけれども、明治安田生命 J3 リーグ第28節 YSCC 横浜戦、1対0で勝ちました。ありがとうございます。振り返っていかがですか、あの試合？まあ、試合後のインタビューでも言ったかもしれないんですけど、個人的にはこの試合が残りの試合のどの試合よりも難しくなるかなとは思っていたんで、まあ、その通りになって、相手のチャンスも多かったですし、ただポストに当たってくれてたり、運よく防げた得点だったり、最後健太がああやって体投げ出してくれたシーンもありましたけど、みんなの頑張りがあっての 0-0 で運べてたからの最後のゴールがあったんで、本当にみんなで取った勝ち点3なんじゃないかなとは思います。1対0で勝つか0対0で引き分け、全然これ意味が違ってくる試合でしたよね。3位以下にもプレッシャーをかけるっていう意味でも勝ち点3は大事でしたし、実際まあ藤枝も翌日しっかり勝って勝ち点差が、まあ、広がりはしなかったですけど、しっかりとまだ僕たちが昇格圏にいるっていう意味では、うん、大きい勝利だったのかなと思います。アディショナルタイムで劇的なゴールを決めていただきましたが、どうですか、先ほどちょっとお話ありましたけれども、ゴールの味っていかがだったんですか、鹿児島での？僕あんなに終盤だって全然分かってなくて、まだなんかゴロッとなるような感じでプレイしてたんで、あの後すぐ終わってラッキーだったんですけど、まあ打った瞬間というか、ちょっとボールが高めだったんで、はい、体が伸びきって、上にだけ行かないようになんとか首で持っていくイメージで、
あの試合後のインタビューでも言ったんですけど、マルキーニョスを、はい、マルキーニョスがよく首で持っていくシュート、あれすごかったんで、それをイメージしました。はい、あのしょぼいシュートだけで終わんないようになんとか持っていくことをイメージしました。はい、あのインタビューの中にこう鹿児島で少しもどかしいというか苦しい時期があったっておっしゃってましたけれども、どんなお気持ちで過ごしていたんですか、鹿児島で。そうですね、まあ、そもそも僕ここに来た時点ではあのヴェルディでした怪我が治ってなかった状態で来たし、あのなかなかちょっと本当に僕怪我が今年の初めもそうでしたけどリハビリでスタートして、はい、あのとにかくプレーしてる時間っていうのがみんなと練習してる時間自体が少なかったので、まず体を動かせる状態に持っていくことが、まあ、一応僕も32歳ですし、あの若い時よりは少し時間がかかるっていう意味でもいろいろ大変で、なかなか本当に思うように体が動かなくて最初の方は大変だったんですけど、はい、ようやく少し動けるようになってきて、みんなとあの練習もできるようになって、その中で試合に関わり出してようやく取れた点だったので、すごい嬉しかったですね。さあ、現在、まあ、2位、残り試合が6試合ということで、まあ、昇格圏内のこの2位にいらっしゃるということ、今こうどんなお気持ちですか？まあ、僕はあのシーズン最初からいたわけじゃないんで、序盤の戦いだったりどういう雰囲気か分かんないですけど、でもあの本当に特にホームスタジアムの雰囲気は素晴らしいですし、いろんな人の後押しがあってのこの順位だと思うんで、まあこの順位を守りきるというよりかはやっぱりどんどん積極的にプレーの中でもチャレンジしていって、結果的に昇格圏にいたらいいし、とにかくさっき言ったように目の前の一戦一戦、ワンプレーワンプレーを大事に戦っていくだけなのかなとは思います。どのようにチームに貢献していきたいですか？もちろん数字を残せればいいですけど、僕のプレーっていうのはやっぱりこういろんなところでボールに関わりながら、ゴールに向かっていくっていうのが自分のプレーの持ち味なんで、目に見える数字もそうですけど、例えばゴールが入った時の一つ前二つ前で、常にボールに関わっていられるようにはしたいなと思いますね。はい、本当にあのここから6試合花戸選手のもう活躍をすごく楽しみにしてます。はい、頑張ります。ちょっと余談なんですけど、はい、鹿児島での生活で美味しかったものとか、はい、なんか食べ物とかありますか、好きな。あ、うなぎ食べに行ってうなぎ美味しかったです。うなぎ食べたんですか？安いんですよ。都内の半分ぐらいだって3000円とか4000円ぐらいで食べれるから。そうですね、だって6、7000円しないですかね、うなじゅうとか。そういうイメージがあったから、いいなと思って、はい、週1ぐらいで行こうかなって思ってます。ちなみに鹿児島でこう、ま、食べ物、今うなぎってありましたけど、こう楽しみにしてることとか、なんか鹿児島でこう行ってみたいこととかやってみたいことありますか？特にないんですよね。ないんですけど、結構素直ですよね。まあ、本当に。いや、嘘つけないっていうか、僕嘘つくとすぐバレるんで、ないもんはないっていうっていうか、特にないんですけど、うん、まあ本当に今、本当に昇格に向けて集中することだけだなと思ってます。うんうん、はい、やっぱ素直なんだなと。さあ、じゃあ次節はいよいよ、南九州ダービー宮崎戦になりますけれども、10月16日日曜日13時5分キックオフ、テゲバジャーロ宮崎との対戦になります。宮崎での対戦本当に楽しみにしている方多いと思うんですが、意気込みを聞かせていただいてもいいですか？そうですね、あのやっぱまたホームでできるということですごく嬉しいですし、まあ、あのすごいいいサポーターが僕たちにはついてるんで、その力をもらって、みんなで攻めて、みんなで守って、絶対に勝ち点3を取りたいと思います。ユナイテッドリクエストというのがありまして、お好きな曲を、さっきそれ聞いたんですよ。はい、花戸選手どんな曲聴くのかなと。僕何でも聴くんで、なんだろう、じゃあマルーン5のメモリーズで。へえ、そういうの聴くんですね。あの本当何でも聴きます、洋楽も邦楽も。洋楽よりでも
うん、日本の歌の方が昔の日本の歌の方が好きですね。昭和の昭和平成初期ぐらいの僕が生まれた時ぐらいの時の流れに身を任せてと身を任せとか好きですね。テレサテンですよ。あ、テレサテンか。そうか。はい。それじゃなくていいですか。マルーン5でいいですか。いや、どうしようかな。そうですね、マルーン5で。かっこよく言っときますか。かっこよく行きましょう。はい。じゃあ、曲紹介を DJ ジーン、お願いします。なんすかそれ、かっこよく紹介。かっこよく。うん、マルーン5で、メモリーズ。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということで今日は花戸仁選手でした。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございました。